話では、安倍さんによるメインティニングリブレオフィスマスということで、数式のお話を、していただきたいと思います。ではよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では私のトークは、メインティニングリブレオフィスマスと言いたいということで、お話しさせていただきます。僕の安倍大臣です。自己紹介から始めたいんですけど、2011年からコミッターをやっています。リブオフィス日本語チームのメンバーでもあります。で、ザ・ドキュメント・ファンデーションリブオフィスプロジェクトの母体である財団のメンバーでもあります。で、まあ、意外と私のことを見ている人がいるかもしれなくて、リブオフィスのオフィシャルサイトにリブオフィスカンファレンス、パリスです。2011年フランカスカンファレンスの写真で端くれです、今回のお話の、リブオフィスマックスについての、紹介をまずさせていただきますけれども、これはリブオフィスで作成する文章ですね。ライターの文章です。しっかりと表計算と思います。そこに整形材と数式を書くためのアプリケーションになっています。文章中の数式を埋め込めると、で、単独でも使いまして、単独でも数式を文章としても使います。要するにこれはワードのリグレーションエディターのようなものです。で、このリグレーションエディターどんな感じに書けるかっていうのがこれで読んでいるんですけれども、例えばこういう、ベクトルを表すような矢印とかも書けますし、色を変えたりとかもしますし、先ほどのようなものもあるし、サンプルとか、数学記号のワードとかも書けます。あと、まあ、ボードタイプにしたり、ボードベースにしたりとかもできます。一般的に数字書くのは求められていますので、これをどうやって入力するかっていうのは、下の表現とかで読んでるんですけども、まあ、独自の記号がありまして、まあ、簡単なんですけども、まあ、ちょっと独自なんですけど、例えば、T プラス G イコール、まあ、と EG みたいなのと、まあ、それがこういう E が数式になります。まあ、それを、まあ、ファクトで、ファクトリアルなので、まあ、解像の記号をつけてくるので、まあ、エクスプラネーションマークがついています。で、まあ、これ書くだけじゃなくて、まあ、メニューが大丈夫から簡単にビジュアルで選んでいくとかを言ってまして、例えば、ハイライトで、まあ、バツに入って点差ポーザルなんですけども、これをオータイムスティーコマンドで確認して、これをクリックすれば、で、保存するのはファイル形式として作業時に保存しまして、まあ、ODX を保存するんですけど、その中で通信の部分は生命で保存されています。で、生命は先ほどちょっと間違ってたんですけど、WCC の標準で、まあ、これ見た目の数式なんで、プレゼンテーションマークアップの方で保存されています。で、この入力した表現はどうなっているかというと、これも実は一般の機構は、まあ、そういうのはアノテーションという、要素がその中にちゃんと保存されています。未来側のようなこういう生命に数式を保存していると思います。で、まあ、数式でこういうふうに文章を作ってやると、まあ、テクでいいじゃんという話もあるんですけど、まあ、皆さんはラテクをお使いかもしれないんですけども、まあ、ラテクとは、まあ、マスターというか、実はこういうことを使うみたいな異なる用語で使われています。ラテクはそもそも汎用の埋め込んで使うので、まず単独で規範を完成させることは必要ないです。ただ数式の数値で勝負してないと最初は、まあ、これは逆に言うとテクの方がまあそこを追求していると思います。逆に何があるかというと、その時にはまあインストールが良い、まあ、リブレオフィス入れたらもうそのまま入っている、まあ、逆にラテクなんかも Windows に入れるのって多分21世紀になった今でも相変わらずなんかそのサイトがどうやっているんだみたいな、よく見されてるんです。文章自体は例えば相手も編集できるというか、これをラテクのマニフィスクリプトがあればいいんですけど、まあ、
PDF 渡したのでこれ、パスならできない、スタイル渡すと相手も必要で、あと、ビジリングですね、ましてラテクも、もちろん統合関係あればすぐにインタラクティブで練習できるんですけども、まあ、結局、本当はあれ、途中でコンパイルをパスダーソレーションを行うのができれば、まあ、本質的にビジリングではないですね。たまにやる気がいないって書いてあるんですけど、これどういうことかというと、まあ、通信なんかどうせみんな呼び飛ばすでしょみたいな、まあ、こんな、まあ、軽い気持ちで作文書を書くのもっと大事なところにしましょう。まあ、とはいえ、まあ、マスで残念なこともちろんありまして、まあ、カンニングというのの概念が基本的にはないです。個別に文字の感覚というのを調整しています。例えば、こちらのグリフとこちらのグリフが、まあ、傾きが揃っているからちょっとくっつけられるのか、まあ、そういう計算はしてない。フォーマットで、このグリフとこのグリフをちょっと開けてくれ、統一して開けてくれっていう書式化はできるんですけど、個別にはできる。空白入れられるかというと。あとは、下の式法ですね。このユニコード対話はちょっと不十分で、まあ、具体的にはサルグレード対話は使えない。なので、ユニコードの DMP 概念を文字には見たらそこだけ実践になります。あと、スターマス記法がちょっと特殊なのは、演算子は得点のための引数を取るという特徴がありまして、これはどういうことかというと、例えば2個演算子、プラスの記号なんですけど、引数も足したんです。これ必ず2つの引数が必要。中地記号なんで右と左に引数が必要になるので、もしどっちかをかけてると、エラーが、省略することはできないです。これちょっと、どうなるのか。逆に言うと、これ今はマスの状態もちょっと使えますし、でまだ未完成と言って、まあ、開発の時はこれいかんまで、ね、もっとアイデアを取り込んで、実際、今のスタンス機構がそれほど、まあ、制限を、文法に制限かけてるんだったら、方法を方法を簡単に拡張することが、むしろ容易なのではないかと。まあ、先ほど歴史的な。マスターはそもそもどういうふうに始まったかというと、マスターオフィス、本質よりもさらに先進の5.0 の1998年にリリースされたものから、5.2 の間で、だいたい今の形になりましたので、これから約18年間、今まで、まあ、ほとんど変わってないんですけど、まあ、変わってないところはリグレッションもほとんどなくて、でまあ、今年に入って最大実は4つあったんですけども、これも、かなり減らして1つにしました。このマスの、まあ、行動コントリビューターですね、開発者はどんな人があったかというと、トマスさんという人が、オリジナルの開発者で、彼は、ネットフォーキスをドルで活躍していたので、今は、エクレプスには、カーロンさん、カーロン・マクナーマンさんもそれこそ有名な方で、皆さんもご存じですけど、レッドハットが誇る、まあ、スーパーとか、どれぐらいするかって言ったら、ウバ季節というのがあって、数人の開発者のグループが一緒の名前使ってこれ貢献してるんじゃないか、それぐらい数人分の働きをしてる、すごい気力爆弾を教えてる。これは、マスのインポーターです。マス目のインポーターですけど、2000年に実装されています。これもちろん今の活躍されています。これは、ライターのメンテナで、ライターのドキュメントの中に数式を埋め込むことで、ライターとマスがインタラクションするので、そこら辺のインターフェースの面倒を見ています。レジーナさんです。彼女は、普段は数学の先生だったんですけど、まあ、会社でいて、まあ、高校室を取る時代からといって、まあ、QA とまたユーザーの視点というのを知っています。あと何人かの名前があるかを知っておきたいと思います。まずは開発パーティーしておりますけど、まあ、例えばこの中で実は学校生としてのは本も限られてまして、カロラさん、ミクロスさん、エンジニアさん、私ぐらいなんです。
スでは女性管理者がすごく活躍してて、私の限りでも私のさんとかあとはリクエストとかどうとか、ね、そういうソフトさんはどうかだからさ、この間僕が一緒にリクエストしたのはドキュメントファンデーションの、役員のトップである議長とかいるんですけど、彼女